ひなチャンネル。今日はダンダダン録話反応会ね。今回は新キャラのアイラちゃんの性格がよく分かったり、ターボババアのかっこよさが分かったよな。ターボババアは一家に一匹欲しいよね。賑やかにはなりそうだけど、うちはいらんかな。早速ですが実況民の反応に行きましょうか。それではみんなの反応どうぞ。また金の玉を探せ、金玉スタート。初手金玉で終わり。ガチで金玉じゃねえか。取られた。ポケモンで出てくる金の玉やね。5センチってうどないして探せっちゅうねん。どこに落としたんだよ。そりゃ玉だもんな、生命力いっぱいよ。ゴールデンボール探し始めた。このアングルの招き猫へ。取り戻そうぜゴールデンボール。生命力の強い玉意味深。そんなものを落としたのかというか片方だけなの。何言ってんだおめえの責任だろうが。ターボババア本当に可愛い。わらわら蹴られてるし、わらわらめっちゃ蹴られてる。霊力ないから口だけで一切反撃できないのくさ。クソボコられとる。クソだらーどもが。ターボババア虐待助かる。汚い夏目友人帳始まった。クソだらーどもが。マスコットキャラ化したターボババア想像以上に可愛い。オカルンの金玉なんだと思っているんだ。動くターボババア可愛い。聖子さん一体どんな聞き込みするんだう。玉情報ちなみに2個あるのかな。ババアこれからこんな扱いなん。招き猫ターボババア可愛い。ターボババア可愛すぎるな。どんだけ玉の取り合いしてんだよ。ターボババア可愛く見えんだけど。じゃらお。考えたことなかったの。可愛いって気づいたぜ。可愛いかも。確かに綾瀬さんは可愛い。やりまんなの。マジかよ。綾瀬ももは見た目やりまるんだからな。守ってるんだぞ。やれてない奴が名前言ってんな。ももちゃんのために怒るオカルン、やっぱりかっけえ。モブキャラクター可愛いな。変身しちまうほどドタマに来てしまった。まずい力が出てる。怒ると出てくるんだっけ。だぜ。ジョジョ。ももちゃんはよ、変身しとるがな。オカルン、すげえかっけえももちゃん呼び。イケメンモブが危ない。出ちゃってるよ。こんなんで力発動するんか。ターボババアの力早速使いおった。感情高ぶると力が溢れてきちゃう。オカルン気持ちはわかるが持ちつけ。他の人には見えてないの。オカルンかっこいいぞ。声色がだんだん変わっていく。オカルン良いな。花江君やっぱすげえ。ババアの力制御できてないな。以前より簡単に力が出ちゃうんだな。一般人には見えてないんだっけか。変身体すぐ切れる。抑えられない衝動。ももちゃんは可愛い通り越してかっこいいと思う。ターボババアしか愛せないわ。ターボババアついてきてる。なんでいいんだよお前。ターボババアついてきちゃったよ。マスコット学校についてくるあるある。自由にするんなよ。可愛くなったターボババア。ターボババアすっかり可愛くなっちゃって。ターボババア学校行ったことあるの。学校制度ってそんなに立ってないだろ。学校に来ちゃったターボ猫。猫は自由にしてろ。ババアがゆずこポジションなのかな。何百年前にも学校があったような言い方。何百年ぶりの学校。寺子屋。なんでここに。桃ってよく見るとスカートめっちゃ短いんだな。えずらう。リュックの中でみっちみちなターボババア可愛いな。こんな時になんですが見えそうで見えない。綾瀬さん超可愛いってか。ミニスカすぎない。ええけど。意識しちゃったね。桃った意識しちゃった。オカルンが一丁前に意識してる。オカルンが面倒くさい意識の仕方を。桃ちゃんの前で恥ずかしがるオカルン。可愛い顔して走るの全力大好き。わらわら待てごらー。桃ちゃん可愛い。キャンパスライフ。英語使うなババア。学園モノイズターボババア。カババアにも学生時代あったの。ターボババアがキャンパスライフは死ぬ。ターボババアの猫姿可愛いし、さっきの耳ピョンがキュート。褐色ギャル最近メイク控えめだね。照れてる桃ちゃん可愛い。私って美少女すぎる。可愛いだけじゃない。やはりピンク髪はいらん。可愛いだけじゃないわ、性格も悪いの。ピンクヒロインは負けヒロインなんですわ。このアヤネル良すぎる。スカート短い。ビッチ疑惑を流してやった。お前かよ。ピンクアヤネルが噂の発生源なのかよ。まあやっぱりこいつだろうね。噂流したのアイラだったの。この子が噂流してたのかう。惑わされないギャルは強い。そんな噂を流すやつはやっぱりこいつ。アイラかい。こういうやつ嫌い。アヤネルの声もいいね。てか見えるのかアイラちゃん。見えるタイプだ。見える子ちゃん。見える子ちゃんだったわ。お前その手が見えるんか。メンタル強そう。この美少女ぶりっこぶりっこしながらひどいこと言ってる。え、もしかして金玉持ってるだけで霊力を得るのか。アイラの手元に玉。オカルンの金の玉。玉持ってて手が汚れるよ。12秒ってめんどくせよな。いや金の玉持っているのお前かよ。金の玉拾ったのお前かい。アイラ本当クソめんどくせよ。美少女なのだから。金の玉を持つ美少女痛いよ。この娘頭痛すぎるよ。金玉握りしめる美少女に草を禁じえない。ここめっちゃ好き。取られた金玉に触覚残ってたら面白いのに。今から出てくるやつこいつか。
わかる人にしかわからない入れた入れたの山の毛ネタ。なんかオープニング始まるまででも、満足感あるのなんなんだ？人間の玉ってそんな金属音したかな？空から金玉が。まさにあの時だったんだなぁ。玉が落ちたのはその時か。あーちょうど落ちたんか。そんな硬いんだ、いい音するな。金の玉、すごくいい音したなぁ。親方空から金玉が。あいら、オカルンの玉をそんなじっくり見るなぁ。ターボババア討伐の瞬間、オカルンの玉、あの時に体から離れてっちゃったのか。オカルンの玉綺麗すぎるね。玉のパワーで見える子ちゃん。なるほど、アイラさんターボババアとの決戦の地に、たまたまいたのね。しかも見えるのか。オカルンの金の玉をぐっと握りしめるアイラちゃん。何の儀式を。アイラちゃんの装備、匂い嗅ぐな。ロザリオとヴァンパイア難民救済。アイラちゃんの声ぴったりすぎる。使命を感じてる感じがイメージ通りでめっちゃ良い。中二病キャラによくこんなのに付き合ってるなこの二人。赤いワンピースの女。あー、見える子ちゃん。アイラ、これ友達めちゃくちゃまともだな。本人だけがダメなやつだ。赤いワンピースはあかん、やめとけ。やばくなったと思われるな。そんなんでいいのか。男の前だと猫かぶっている感じか。友達いいやつだな。クレヨンしんちゃん以来のハンドサイン、モールス信号とジェスチャーの組み合わせ、久々に見たかも。なんで伝わってるんだよ。ショー、こいつらよく友達やってんな。やばい、アニメーションになるとアイラのうざさが結構うざい。なんでババア飯食ってんだよ。モグモグターボババアかわちい。何で食ってんだよ。ババアも食料いるんだ。ババア焼きそばパン食えるのか。絡み方がうざかわいい。ずっとがっついてる。なんで人形が焼きそばパン食ってんだよ。謎のセリフ。よし、シース。てめえはグッバイ。それが学校にあるんだよな。生徒数の半分くらいは金玉あるだろ。焼きそばパンは突っ込んだよな。しかし、マジで汚ねえにゃんこ先生だなこいつ。深淵を覗くとき、深淵を覗くとき、深淵もまた。拾ったもの食ってる。焼きそば食べながら喋る猫ババア面白いう。金の玉持ってるアヤネル。霊が見えるってことは、霊もこっちを見てるってことだぜ。金玉なでなで。美少女が机の下で金の玉をいじいじするんじゃありません。そんないじらないで。それ大丈夫？死神代行とかになったりしない？でけえな。リュックの中でじっと見てるターボババアかわいい。ターボババアもっと早く言ってほしかったね。あいつだう、早く言えよ。仮面ライダー戦隊で見る工場。グヘー。タイラップで実は自力でも外せるんだよね。バチカンのエクソシスト。エクソシスト始まった。友達手伝ってくれて偉いねほんと。一般人投げんなう。この威力はもう死んだね。なく、めっちゃ吹っ飛んじゃったけど大丈夫？おいおい死んだわ。怪我するで取り巻き。寄付じゃないんだからう。悪魔払いは、悪魔を殺しはしません。金玉来たー。金玉を顔に押し付けるな。なんて周知プレイう。ほっぺに友達の金の玉を押し付けられるヒロイン、いろいろあれです。それ他人の剣玉よ。金玉を押し付けるやべえ女。オカルンの金玉なんだよな。神聖なオカルンの金玉。事実を述べたまでだが、人の金玉ありがたがってるんじゃねえよ。人の金玉顔にう。ちょっと笑い止まんないう。オカルンの金の玉の取り合いという名の押し付け合い。妙な女の人に狙われている面白い女。思ったよりぬるっと出てきたな。さっきの赤い服の女か。思ったより華やかだ。ターボババアの同類じゃん。なんだこのおばさん。玉関係なく狙われてた。なんか別の BBA が来た。来たぜー。アクロバティックサラサラー。アイラさん、何か悲しい過去があるのか。アクサラセンター。本コアに出てきたやつじゃん。あの時になるほどと思う間もなく話が急展開していくよ。変な女がどんどん増えていく。永遠の17歳のイノウエックコボイスが聞こえる。アクロバティックサラサラ映像になるとだいぶ不気味だな。アクロバティックサラサラ冗談みたいな都市伝説の名前。田舎じゃなくて都会だから八尺様じゃなくて、アクロバティックサラサラの方だね。本当に変身したオカルンかっこいいな。てか怖いなアクサラ。オカルンが食われたー。小さい頃にたまたま見えてから狙われたんか。ダンダダンの赤いワンピースの女が、井上菊子さんってマジか。17歳かよ。おいおい、オカルンが食われた。飲み込んじゃった。食われた。10年以上も前から。1000年前から愛してる。思春期を迎えた子供に向けて使えるかもしれない。アクロバティックサラサラってバブル語使うんだ。小さい頃の記憶。本物のお母さんじゃないのか。人違いからお母さんと名乗る不審者に。お感動。お感動の再会やってるのに。この都市伝説、そういう設定だったっけ。スマホ使いこなすババア。ウィキペディア便利。アクロバティックサラサラってなんだよ。スマホパクられてる。ババア、スマホ使えんのかよ。パクるなう。どの時点でパクったんやしょう。ターボババアスマホパクる。ターボババア、その手でスマホ操作するのめんどくさそう。バクバク。おつっぱりになっちゃいましたからね。あっこれ無理だわ。このババア、なあ。意外、それは髪の毛。
目隠しプレイ。おばあちゃんやってこないんか。お坊風、ももちゃん死んじゃう。目隠し首絞め少しエッチだと思ってしまう。エロすぎ。何でも食べるのねう。食べちゃった。誰でもいいのかよ、お母さん。みんな食われちまった。ももちゃんまで食われた。こりゃトラウマになるわ。敬語使えやクソだら。妖怪界隈も縦社会なのな。貴重な紙が。それ全員燃えてない。ライター、ロザリオが油臭いの伏線だったの。相変わらず少年漫画としてしっかりしてますね。だから油臭かったのか。ライターだったのか。あんな形のジッポあるんだ。ライターなら油臭いわな。ここのターボ招き猫ババアの語り好き。幸運持ってるターボババアすげえ。ツンデレババアありがとう。ターボババアが新しい能力に目覚めてやがる。おえ、偶然を招いたんですか。油臭い伏線だった。いや、ターボババアも近代妖怪だろがい。あの油臭いロザリオライターだったのかよ。ターボババア最高やんけ。ライターって比喩じゃなくて本当にライターかよ。ボロボロ、ロザリオ型ライターってセンスあるよな。反撃開始がクソだら。ターボババア頼りになるな。今日も秒で終わった。ババア何もしてねえのにかっこいい感じになっとる。エンディング可愛いよね。アクロバチックサラサラ井上菊子。クソだら、映ってるの笑う。ターボババアがかっこいいだと。う、井上菊子さんまたすっごい人。漫画のコマの間が保管されててめっちゃいいアニメでやんした。嘘っしょ、もう終わり。一瞬だった。来週はクサラの過去で泣く準備はできてる。ここで終わりかよ、面白すぎる。ターボババア最後の方がお可愛かったな。今週も今週とて憎めないターボババア。ここの音ハメ気持ちよすぎていき。さすがに1話にまとめはなかったか。いいぞいいぞ。毎週面白いな。笑えてテンポがいいから体感時間が早い。まあ金玉もターボババアが引き当てたようなもんだし招いてる。セリフがひどくて下品なはずなんだけど、下品じゃないのすごいんだよな。次回、優しい世界へ。優しい世界だと。次回感動系？いや絶対おもろいだろ。実の娘さんより年下な井上菊子17歳さんに、お母さんってええと強要されたい人生でした。みんなの反応はここまでです。井上菊子さんは17歳なのに、お母さんの役をされてましたね。還暦だけどな。17歳だっつうの。それでは、本日の動画はここまでです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。